ゆけのピューピーマンでーす。ゆけのけかっぱでーす。ゆけのねアップルでーす。本日の企画は、超黒歴史卒業アルバム大公開。じゃねえから全然、私が一番ヤバい。いや、うちもヤバい。私もそれなり。まあご存知の方はいると思うんですけど、僕たち幼馴染で小学校中学校ともに一緒だったんですけども、卒業アルバムもね、もちろんのことを一緒に載ってるわけなんですよ。本当に仲良かったので、過去形仲がいいので3人でね写ってるなんてこともあるんですよ。あー、確かに。っていう感じで、まあせっかくなんでね、20歳になるわけですよ。もうこれを機に晒しちゃおうじゃないかってことなんですよね。本日2冊持ってきておりますので、ちょっとね早速見ていこうと思います。卒アルってさ、よくその有名になった人たちってこう誰かに晒されるとかよくあるじゃん。うちらって自分から晒していくスタイル。そういう感じ。まあ、うちみたいなこれからスター性のある子はもう先に自分から晒しちゃった方がいいかなみたいな潔さでちょっといきたいなってことで、こちらやらせていただきたいと思います。それでは最後まで見ていってください。 DK チャンネルスタート。最後に見たのいつですか、卒アルとか。上京する前ですかね、やっぱり。記憶はないもん。本当に久々なんだ。自分も結構2年以上見てないかも。なんか落ちたよね、今。待って、こう。あ、あれだ、吸盤だ。ああ、もう。すぐホラーに従う。ということで、早速見ていきたいと思います。じゃあ、まずね、中学校は、そんなに言っても変化がないのかなって思うんだけど。まあまあまあ、確かに、小学校に比べたら、かもね。めっちゃ楽しみ。めっちゃ楽しみだよね。めっちゃ楽しみ。とりあえず、中学校から行きたいと思います。はい、まあ、プライバシーの保護の関係で、結構モザイクは多めになってしまうんですけど、一つずつね、見ていきたいと思います。はい、ということで、じゃあ、めくっていきますね。はい、ああ、先生こんにちは。めっちゃ好きだった校長先生。最後さ、同じクラスだったんだよ。その担任がマジ噛みすぎたよね。確かに、うん、T ちゃん遅刻してんのに遅刻じゃなかったもん。ねえ、待って、これ見えてんのかな。マジ、マジとリリー一緒にいる。私女子すぎません、この可愛さ。いやー、それでは皆さん、個人写真を大公開させていただきたいと思います。リリカ、俺やばい、いっぱいあるやん、あんたらの通称。さすが、本物の仲良し。待って、アップでやばい。うわ、目、整形でしょ。いじりましたよね、確実に。よくいじってる、これ。うち、マジで肌汚くない。頭長くね、なんか。頭長い。今顔長いけど、頭長。うわ、え、可愛いじゃん。そのほっぺの肉何？前髪やばい、分厚。めっちゃ分厚い。職場体験、カッパちゃんと一緒のとこに従うわ。ちょっとその時の写真が、私こけし。ねえ、ワイも頑張ったのに全然写ってないんだけど。え、イケメン。これうちじゃない？カッパの元かな。別れてんのに向き合ってさ、給食食べてんの辛くない？給食懐かしい。うわ、女子バスケットボール部。やめて。あの、キャプテンだったんですか、ちなみに。ちなみにキャプテンだったんですよね。何もまとめれない。したか。グループ内で一番地位の低いキャプテンでした。確かになんか一番権力持ってそうなのに、一番なんかさ、一番権力のないのがキャプテンになってしまい。見せてる。あ、大丈夫です。え、ピー取らんの。本当に剣道部はマジ黒歴史だから言わないようにしてきてたんだけど、剣道部でした。見て。ねえ、かわいいじゃん。やば、頑張っとる。てかさ、髪の毛さ長いからさ、弱そうじゃない。頑張ってる。ピーも顔透けて見えてるから。いやー、これやばいって。ねえ、取って。修学旅行だ。え、見て、ワイ、あんたとクラス一緒だったわ、2年。そんなに仲良くない。見て。いいよ、いいじゃん。修学旅行一緒に回ってる、ユニバ。いない、一人。体育祭だ。え、うちらおるよね、どっかに。ここ、ここ。これ、ステッカーで発売できそうな。ね、この頃もうミクチャやってたんじゃない。やってたん、ね、で、やってた、ね、めっちゃ始めかけみたいな感じ。え、何してた、役職。うち、応援副団長、応援団長、副組長。そうだった。でね、ちょっとこのエピソード、あのさ、なんかちょっとごたごたあったじゃん、うちらのクラス体育。覚えてる。え、あったじゃん。で、ごたごたがあって、そのうちらが教えてるのになんかちゃんと3年がやんなくて、うちらがめっちゃ怒って、なんかどっかちょっと逃走して帰ってきたリリが泣きながら教えとったじゃん、ダンスを。え、全然覚えてない。本当に覚えてない。それで多分3人で泣いて、そしたら周り全員心配して、うちらやばい、本当にメンヘラ軍団みたいになって。そうでさ、みんな並んでさ、謝罪したじゃん、うちらに。あったわ、そんな。覚えてない。本当に覚えてない。体育祭に泣
き泣いたって言われたの今思い出したかも。違うよ、だけリリが泣いちゃうのを見てうちらも辛くなったんだよ。準備の段階で泣いて周りに心配かけてちゃんとやったその後に。懐かしくないめっちゃ。バリめんどくさい言ってる。うちもいる。かわいいじゃん。でも遠足これ遠足の写真。遠足さ高校も中学も一緒なんだけど。うちも一緒だった。あ、私もだ。ここしかない。ヒルゼン高原センターっていう岡山の遊園地があって、もう島根県民みんなそこ行くんよ。何がおもろいほんまにカッパちゃんが言ってました、ね、うわ懐かしい、リリとマシ隣だったが、また隣だったね。全部さ一緒だよね友達いないんじゃんえぐい。終わりました中学校。面白い。いやここからだよ本当に。マジでヤバい気がする。小学校はマジで記憶ないから。はい見ていきます。ねえ本当に嫌だよ。めっちゃ反抗期じゃん。謝罪会見。なんか全部が短い。可愛い。わい可愛いやんでも。押さない。めちゃめちゃむくんでない？マシは？髪短い。わからんマシとは。かわいい。かわいい。やだー。かわいいじゃん。かわいくないよ。なんかイケメン。確かに。バスケしてたからね。こちらほんまに2組覚えてる問題児だった。え、嘘。で。かわいい。なんか変わった。肌もいってるね。見た目とかにまだ全然興味ない時よこれ。私もバレエ少女でした。なんぼかあんたらの方が男っぽいっていう。無理。全然一番女みたい。うーわ。かわいい。めっちゃかわいい。めっちゃかわいいじゃん。え、ピーかわいい。めっちゃ顔むくんでる。今いたピーちゃんかわいい。あなた。かわいいじゃん。これ何年生？後ろに内側おるひっそりと。運動会リリピー問題。何リリピー？私の親はずっとピーを追いかけてた。もうそっくりすぎて。この日の髪型、うちら木組で一緒だって、顔のパーツも多分似てたのこの時、ピーそれ。え、女の子。女の子やんな、美少年超えて女。かわいい、これだわ。え、見て、すごいかわいい。おう、ここにもいる。ワイめっちゃ映ってる。やばない？これが可愛い。これがめっちゃ懐かしい。え、覚えてる？覚えてる。連合音楽会。あ、マジいた。そっけな。うわ、可愛いじゃん。このスカート上すぎて。え、かっこいい自分が。え、後ろにうち。本当だ。絶対歌ってないじゃん、あんた。え、歌が再解説絶対死んでる。いやいや、ピーも映ってるくない？これそういえば。どれだっけ？これじゃん。やめてよ、ほんまに。これひどいよね、悪やリリちゃん。体操して。かわいい。お互い帰ってんじゃない？僕の卒アル持ってきたんですけど。めっちゃ軽い、葉っぱ。なになに？ゆうえ、今までサンキューやったな。またいろいろお世話になるからよろしくね。めっちゃやったなって何？いつか書いてない説。あるね、それ。ありましたありました。ゆうえ、いっぱい笑わせてくれてありがとう。中学でもよろしくね。字汚すぎてくさ。はい、ということで今回は、小中学校のね卒業アルバムを見てみました。やばいね、ちょっと面白すぎるわ。黒歴史公開っていうより自分たちで楽しみすぎて、なんか動画的に大丈夫みたいな感じなんですけど何が一番心に残ってる？でもうち体育祭かも、最後の。あー確かに、あれも濃かったね。めっちゃ濃いよ。メンツもね、クラスも大事だったよね。うん、怒られたね、小6とか一緒に怒鳴られた。そうコンビで悪ガキって感じで、でやっぱこの人は中学で更生した、私はもっと悪になる。楽しかったね、でも。楽しかったべ。うん、ということで今後もね3人で改めて頑張っていきたいなと思うので、はい、ぜひ皆さん心の表彰台に私たちを乗せてくれたらなって思います。バイバイ。バイバイ。本当に無理。いやー